どこに行こうかな。本当にサルドニカのアトリエですね。間違いありません。ああ、大したもんだぜライザの錬金術は。私自身が一から作り上げたものじゃないけどね。仕組みを理解し己の技術で再現するだけでも十分誇れることだ。ありがとう。でもここからさらに一歩上に行かないといけないんだよね。ああ、この技術を足がかりとして世界を超える技術を見出すのが今度の旅の目的だ。重い宿題だね。だがやらないわけにもいかん。協力できることがあればちゃんと言うんだぞ。ありがとう。何かあったら頼らせてもらうね。それで今の転移で収穫や課題は見つかったか。うん、鍵と石板を板章の大天が作らせたのなら原理自体は間違ってないだろうし、その究明かな。俺たちは少しうろうろしてみるか。こっちに来たのも久しぶりだからな。何か変わったところがないか見て回るのもいいかもね。ハメを外しすぎるなよ。フェデリーカも久しぶりに組合本部に顔を出してみたら。そうですね、頼りは受け取っていましたが、せっかくですし自分で様子を見に行ってみます。こんなに大きな鉱山があるなら鉱石取り放題よね。みんな元気にしているかしら。私たちも挨拶しておかないといけませんね。ここにしよう。あ、どうも、こんにちは。職人との挨拶は大切なんで。ただいま戻りました、アンナ。あれ、組合長代理？一体いつお戻りになったんですか？ライザさんのおかげでたった今です。久しぶり、アンナさん。いつの間に。今度は錬金術で快速船でも作られたのですか？まあ似たようなものかな。アルベルタとサベリオから現状の報告を聞きたいのですが、町にいますか？あ、それならちょうどよかったです。お二人ともランベルティ家の工房に。接合の滑らかさは問題ない。濃度の調整をもう少し試してみたいところだな。うまく使えれば透明度の違いも演出に利用できそうだ。しかし肝心の溶剤がな。ん？組合長代理、錬金術師殿も。急な里帰りとはどうしたんだ？そうか、錬金術師殿のご用で。伝承に伝え聞く古の錬金術師についてか。はい、かなり重要な人物のようなのでぜひ調べさせてもらいたいんです。助けになりたいが、その手の古い事柄は信仰のガラス細工派だと何もわからないな。それではアルベルタは自派で調査を、サベリオはランベルティー家の蔵を探ってみてください。役に立てるのは嬉しいが、技こそ宝の交渉としては明けすけすぎるんじゃないか。融和の試みと研究を邪魔されないと分かった今は閉ざす理由もありませんよ。なるほど、そういうことであれば拝見させていただこう。では蔵はサベリオに任せるとして、融和といえば問題が一つ発生してしまった。
さらなる高みを目指して探求を続けていたのだが、デュエット溶剤の効能に限界が来てな。限界？濃度が足りず、あまりに繊細な加工では効果を発揮しきれないことが分かったんだ。ほう、あれでは不足と。いや、錬金術師殿の実力を軽んじるつもりはないが。分かってますよ。でも濃度不足か。どうしよう。ライザさん、一つ厚かましいお願いをしてもいいでしょうか。もちろんいいよ。乗りかかった船だし、何より仲間が困ってるんだから助けないとね。ポーレに来る前にいろいろあったんですよね。こんなところに行くのか？ライザさん、少しならいいですけど、無限。なるほど、デュエット溶剤ですか。光の種のように街で重宝されているわけですね。ライザ、お主の調合でその溶剤とやらを濃縮することはできんのか？もともと限界まで純度を高めるように調合してるから、これ以上は難しいかな。こういう場合はより濃度の高い原液を探した方が早いだろうな。ならばその原液を採取した場所にもう一度向かってみるか。改めて調べればより濃度の高い原液が見つかるかもしれんぞ。あの皆さん、本来の目的の方は。まあまあ、仲間だから助けるし助けられるで行こうよ。そういうことじゃ。人に頼ることは悪いことではない。滞在理由を決めたライザがいいって言うなら、僕らが反対する理由はないしね。俺も反対する気はないが、研究は放っておいていいのか？突き詰めて取り組みすぎると視野が狭くなるからね。適度に別のことをしないと頭が固まっちゃうよ。まあ言い分自体はもっともに聞こえるな。我々が蔵を調べても詳しいことはわからんじゃろ。適材適所じゃ。それにこの地の深山がいかなるものか興味はあるしの。フェデリーカのためにも頑張りましょう。何を探すか知らないけど俺に任せとけよ。お願いします。なんだ、いつもと違うな。もっと慎重にとか言わないのか？そうそう、いつも通りでいいのよ、フェデリーカ。はい、皆さんよろしくお願いします。ディアンも無鉄砲に突っ走らないように。ああ、それじゃ出発しよう。